取り道していくっち。どこへ消えたのだ。ああ、この間はありがとな。だけど大丈夫だったか。あれがなければ我は。聞こえてねえな。元気そうだし、まあいっか。一体どこへ消えたのだ我の青天よ。なんか困ってるみたいだな。おいお前、なんだ。世界を綴りし少年よ、困ってんのか。これも何かの因果だろう。消失の時に開口を遂げるとはな。だからどうしたんだよ。なくした。だから何をだよ。禁忌を司る聖典、それは我が手からいとも簡単にこぼれ落ちた。なんか落としたんだな。落としたか。であれば災いをもたらすだろうな。どこで落としたんだ。記憶の混乱が生じている。つまり覚えてないんだな。我が記憶からも消失するとやはり許されぬ存在だからこそ。いいよ、探してきてやるよ。お前にはこの前の借りがあるからな。じゃあその聖典とやらを探すか。で、どんな見た目なんだ。自由の二文字が刻まれた代物だ。聖典なのに自由。ま、それだけわかればいいだろう。それじゃ、早速探しに行こうぜ。どうか、聖典の導きを。じゃあ適当に探してみるか。見つかったか。いや、こっちは何も。俺もだ。ここじゃないのか。だけど聖典って一体何なんだ。俺が知るかよ。だけど。だけど、なんでかわかんねえけどさ、絶対に見つけなきゃいけない気がするんだ。ヤマト、まあ気のせいか。気のせいだっていいじゃん。それじゃ別の場所を探してみようぜ。トレカショップっち、いっぱい買い込むっち。セーブポイントっち、忘れずに。そんじゃ次はこの辺りを探してみるか。見つかるといいな、聖典。ああ。で、そっちはどうだった。さっぱりだ。俺の方もだ。あいつどこでなくしたんだ。行きそうな場所か。となるとあとは妄想球の中か。だったらきっと中二の妄想球だな。ヤマト、行ってみよう。敵を発見っち、逃げるなら今っち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそうっち。扉をつく。敵がいるっち。どうするっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵がいるっち。オイラは戦う。
がいるっち。オイラは戦いたくねっち。扉を進むっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。おい、ヤマト、あれってもしかして…は？確かに刻まれてるな、自由の二文字が。だけど本当にこれが聖典？一体何が書いてあるんだ？おい、勝手に見るなって。だけど中身を確認しないと。忘れたのか？あいつ言ってたろ。落としたか。であれば災いをもたらすだろうな。ヤマト、真に受けてたのか？ふん、秋葉原はこんな状況だ。本当に災いが起きたっておかしくねえよ。ま、それもそうだな。それじゃ、あいつへ届けに行くか。扉を突き破るっち。晴天で間違いないか？これは、ああ、まさしく晴天だ。何時らに感謝を伝えよう。次はなくすんじゃねえぞ。まあ、その晴天って何なんだ？これには愛が詰まっている。それは幼き人の開口であろう。どういうことだ？空白に刻まれしは愛の歌。それこそが聖典の真なる姿だ。お前まさか。ヤマト、なあお前、その聖典全部で何ページあるんだ？聖典に記されるは100の記録。そしてすでに刻まれし歌は99節。最後の1ページを見せてくれないか？いいだろう。何時にはその資格がある。これはって白紙じゃん。聖典の結末はまだ。そしてそれこそが我の存在証明なり。見せてくれてありがとな。その聖典、次はなくすなよ。一体何なんだろうな、あの聖典って。まあ、おい、ヤマト、あいつ何か知ってるのか？あの自由帳のこと。
ブするっち。上書きに気をつけ。ここが東条さんの言っていた妄想ですね。どういうことだ。カノンは倒したはずだろ。なのになんでまだ妄想が。僕たちが倒したのは複数のカノンのうちの一人に過ぎないんだよ。秋葉の住民の数だけカノンが存在しているかもしれねえのか。いや、秋葉原だけじゃない。この世界では妄想請負人カノンが肯定されてるんだ。もう止めることはできねえよ。全てのカノンを倒さなきゃ妄想の侵食は止められないのか。火を消せばいいんだ。そしたら煙も立たなくなるだろう。この世界からピンクマントの噂を全て消すとでも言うの。そんなの無茶苦茶だろ。もうネットにだって侵食してるんだぞ。それにどうやって消すのかしら。それができるのならやってみなさいよ。言ってみただけだよ。ちっとは夢見ろってお前ら。絶対絶命です。だったらやることは一つだろう。はあ、何がよ。目の前に妄想があるんだ。ここで立ち止まるわけにはいかない。足で稼ぐってことね。あんたたちそういうところは本当に変わらないのね。何か手がかりが見つかるかもしれない。ま、いいんじゃねえの。そうするしか方法はなさそうだな。でもでも、これは一体何の妄想なんでしょうか。歯車。妄想宮に入るっち。オイラは留守番。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。妄想宮の中なのに町の影。どういうことなのでしょうか。壊れた砂時計。黄金の砂。敵を発見し逃げるなら今っち。扉を進むっち。気をつけて。敵がいるっち。どうするっち。敵は4体っち。隙を突きまくれっち。敵に通ってふっきゃ。あんたにダメっち。この特性は耐性があるっち。ふっきゃ。まだ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 。敵は3体っち。先生でも油断大切っち。ふっ、ぶつめ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 。追放、わめく。でも、ふっ、ぶつめ。さすがだっち。倒し方も美しいっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。Thank you.
がいるっち。オイラは戦いたく敵がいっぱいっち。なんでここだっち。楽にこれを発掘。まさかダメっち。この特性は耐性があるっち。ごめん、負けたっち。まだ決断できないっち。クラフトを呼び出したいっち。袋叩き。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵を発見。これでも敵は4体っち。隙を隙まくれっち。回してるぞ。3連戦敵筋が倒したっち。援護射撃は強いっち。あと2体っち。生まれてもらっち。行くわよ。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。仲間だ。敵を発見っち。敵は4体っち。ボコボコにするっち。かかってこいよ。ボディオサリが倒すっち。私はここにいるわよ。どういうことっち。サキが二人いたっち。どういうことだ。こっちが聞きたいわよ。もしかして俺たち妄想を見すぎて頭がおかしくなったか。追いかけよう。扉を突き破るっち。